楽天、3名戦力外、平と辰巳に戦力外、まあ妥当なとこでは、今年は少ないとはいえどっちもチャンスはもらえてたわけやし、二軍成績で見てもというところではある。辰巳くん、地元だし出身校がわしと同じだから密かに応援してたけど戦力外か、福岡に帰ってこないかなと思ったけど楽天の育成になるのね、また支配勝つかんでほしいわ。楽天ってなんで育成から支配か上げてすぐ戦力外にするの？意味分から。平戦力外間近結構出てくるって思ったけどきつかったか。楽天の辰巳、パワプロでめっちゃ使う選手だから戦力外になるの寂しい。ロッテの佐藤進もいつの間にか戦力外になってたし。ひいきにしてる選手が戦力外になるとやっぱり悲しい。来季は2軍回し要因ですかね。辰巳を育成再契約打診とはいえ清宮の時といい、今年も戦力外通告は無慈悲すぎる。1軍で頑張ってたやないか。なぜ育成打診なしの戦力外でよくないか。ご視聴ありがとうございました。